1月2日のケリヒメスイーツ。おいおい、いきなり止まるな。さっきもね、同じようになんかすごいブツブツになりそうで、今日ケリヒメ取れないのかなっていうね、そんな感じですよ。実家に帰っててね、今日帰ってきてまだちょっと時間があるんで、今日の分として取れるかなと思ってつけてみたんだけども、なんかね、今繋いでみて録画ボタンを押すまでにまた止まったりと。で、直前に他の動画も撮ってたんですけども、そっちでは全く止まらないと。どうやらですね、まあ、このゲームのせいだなそんな気がしてたまらないよ。呪われてるかもしれない。うん、ケリヒメカースですねこれ、といったあたりで。何がといったあたりなんでしょうけども、おい、ひどいなケリヒメ。エヴァのスロットはもういいやってことで、ちょっとこっちを戯れに回してみようかなと。ん、なんだこれ、槍覚醒剣、ちょっと止まってるよ。うわ、産業廃棄物ないと。はい、やっぱね、福袋的な、これは福袋じゃないけども、やっぱ福袋っていうのはね、どうしてもゴミが入ってるもんなんでね、たまにいいものが入ってますけども、まあちょっと外れを、ね、いつも通り外れを引きましたけども、そうだ、次何日か忘れたけども、もう経験値じゃない強化費用が 60% オフ、ちょくちょくやってるんでね、1日もやってたんで、ドレスとかはもう全部強化できる分は強化しておきました。で、昼間は少し経験値ためとかして、またドレスのあたりに割り振ってと。多分優先すべきは本当はね、もう今日ね、今日もちょいちょい止まるけど気にしないで。なんかゲーム画面とかもう気にしないで。音とかも止まっても気にしないで。俺が止まらない。俺が止まらなければいいんだ。で、本当はね、覚醒の武器の方が、強化できる機会って少ないから、そう、なんでもね、オール強化割引っていうのは実は本当は少ないんで、やっても 30% とか、覚醒の系のね、武器とかをやるのがいいんだけども、武器経験値はね、一つのやつをその強化できるようにするまで数万かかったりしてね、ちょっと時間かかるんで、ちょっと今回は数で押そうかなと。それこそドレスだってね、数万の経験値必要なやつもあるんだけども、プラスね、4とか5になってくると、まあ、ちょっと数が多いんで、で、音もひどい。ドレスって経験値と、HP 両方上がるんで、なんかね、いっぱい上がった気になるんですよ。たくさんステータス上がった気になるんで、ドレスを上げますと。ただ、ここら辺は、あ、ギリいけんな。で、今、ドレスの経験値4倍をつけてるんで、がっつり上がります。この下の強化下になってるやつは、昼間経験値を突っ込んだやつ。これさ、下にスクロールするじゃん、押すじゃん、でまた下の方にある同じような装備を強化したいのに、この一番上に戻される仕様がやめてほしいかなって。なぜわざわざスクロールしたのにまたこうやって戻んなきゃいけないと。これはちょっと不便な仕様かなと。別に一番上の方にあるね、レアなものばっかり経験値を上げたいわけじゃないと。はい、パッパラパッパラパッパパパーンってね、経験値っていうかレベルが上がってるんですけども、またね、止まってると。なんなんだ、パソコンが重くなってるからかなと思ってね、再起動したりとかして、それでもね、変わんないというか、まあ、今日に限っては本当にね、直前に別の雇って全く止まってなかったんで、なんか妙に相性が悪いのかな、このゲームがっていうね。今日は経験値稼ぎで、ああ、ちょっとこれ以上やると今日中に今日のケリヒメをあげるか分かんないんで、これぐらいにしておきます。よし、ちょっとね、討伐系のそういうステージも昼間やっちゃってもうないんで、うん、これいきましょう。うん、止めた方がいいね、今日は。あー、ダメだな、なんか、ちょっと、ただでさえ、
な、ほんとこのケリ姫の泊まりっぷり、ちょっと嫌になってきますね。なんか見るのも苦痛になってくると思うんでこれぐらいで止めておきます。また明日。